関寧、関安氏、勘令、青年不詳215年。は、中国語勘末期の武将。孫権に仕えた。字は後派。駅州共栄軍林公兼。現在の重慶市中兼の出身。子は関勘術、新女、関卓殿。孫は、勘政、新女、関卓殿。創孫は、関卓、新女、関卓殿。 三国志呉市に捨てがある。先祖は南洋軍の人であったが、共栄軍に移住してきたという御所。官令は、形状、会計報告係に推挙され、職軍の進むとなったが、ほどなくして、缶を捨てて家に帰った御所。若い頃より気概があって、遊興を好み、不良の若者を集めて、徒党を組み、仲間を派手に武装をさせ、彼らの統領となった。 仲間たちは皆、羽飾りを背負い、鈴を常に携えていたので、民衆は、鈴の音を聞いただけで、それが、観年一味だと分かったという。派手な装いで外出し、陸路や水路をか歩した、御所。人に出会った時は、地方の長官だろうと、自分たちを盛大に歓待させ、そうしない者には手下を使って、財産を奪わせた。また自分が属する地方の長官の領内で犯罪が、 あれば、摘発と制裁を行った。このような生活が二十年ほど続いたが、ある時を境に乱暴を止める。学問に興味を持ち、いくつか書物を読むようになったという。194年、公平元年、流縁が没し、この流将が後を継いだ際、理覚が、冠中に派遣した、小参に降応した、流将の将軍である、陳渡るらと共に、流将に反逆したが敗れ、 慶州へ逃亡した人物の中に関寧という人名がある、職士、龍炎伝の中に引く英雄記。関寧は、慶州の流氷に身を寄せて、南洋に住まうようになった。しかし、任用されなかったので、流氷の部下の江夏大衆、高祖のもとに身を寄せたが、一般の触覚としての扱いであった。五書では、以下のように説明されている。関連は、 手下や触覚800名を連れた上で身を寄せたが、劉氷は文をおもんじ部を軽視したため、関連は任用されなかった。関連は劉氷が大成せずやがて滅んでしまうだろうと、確信し、巻き添えを避けるため口頭に移ろうとしたという。しかし、劉氷の部下の江夏大衆、高祖の軍勢が河口に駐屯していたため通過できず、そのまま、高祖の下に止まった。礼遇されたまま3年ほど経過した。 後に、皇素の軍の将として、対立する孫権の軍に敗れた皇素を救援し、その殿を務め、追跡してきた孫権の将である領祖を打ち取るなどの手柄を立てたが、関寧への待遇はその後も変わらなかった。都督である、生ける日は関寧を徴用するよう皇素に還元したが、皇素は帰って、関寧への触覚を引き抜こうとし、関寧への触覚らは減少していった。関は、 高祖の陣営を離反することができずに悶々としていたが、行ける日の助けにより、主権の町に推挙され、高祖の下を離れることができた。関令は、かつての触覚や、新たに部下となった者たち数百人を引き連れて、県に向かった。やがて関令はそこを出本し、孫権に振った。関令が身を寄せると、周囲、旅網が連名で推薦したため、孫県は、急進同様に、 関連を偶することにした。この際、関連は、まず、流氷と構想を打って、慶州を抑え、さらに、破職、益州をも攻め、天下に覇を唱えるという、天下二分の計とも言える戦略を提言した。国内の反乱を心配する長将はこれに反対したが、関連は長将に堂々と反論し、尊権も、関連の言葉を気に入り、杯きを与えて、信頼を示した。 二百八年、懸案十三年、関寧は、酵素攻めに従軍した。江夏で、酵素を打ち破った際、かつての恩人であった、生ける日は生け取られてしまったが、生ける日はこっそり人を使わして、関寧に除名を願った。関寧もまた、生ける日の恩を忘れず、孫権の前で頭を打ちつけて、涙ながらに、生ける日の除名を嘆願したため、孫権はこれを入れている、五書孫権は、 高祖の軍を吸収すると、関連に兵士を与えて東口に駐屯させた。劉氷の勢力を吸収した曹操と孫賢が、戦った石壁の戦いでは周囲に随行して、曹操をカラス林で打ち破り、続いて南軍の総人攻略に参加した。関連はまず、医療を奪取すべきとの計略を立て、すぐに手勢千人ほどを持って陥落させたが、 逆に宗人から五千から六千の兵士を繰り出されて、包囲された。関寧は、猛攻に何日も耐え、平然と断章して屈しなかった。死者を出して、周囲に状況を知らせたところ、周囲は、旅蒙の計略、旅猛伝を、参照を採用し、両党だけを留守に残し、その他の諸将を率いて、関寧を救援し囲みを解いた。決戦の末、宗人は、高領から撤退した。 213年、懸案18年に、曹操が、ジュスへ進行、ジュス口の戦いした際には、関令は、全部得となった。孫健は関令に特別に酒と米を与えた。関令は100人ほど集め、主食を振る舞うと、曹操の陣営に夜半奇襲をかけることを提言した。この時、渋る部下の都督に対し、お前は自分を何だと心得ている。 殿がお前を俺より大事だとでも思っているのか。将軍である俺ですら死を覚悟しているのにお前一人が、なぜ命を惜しむのか、と号をかけ、兵士にまでも自らの尺で酒を振る舞って、隊を鼓舞したという。こうして結成した、決死体により野衆をかけると敵兵は混乱し、動揺して引き下がった。二百十四年、懸案十九年、曹操の傭衆における拠点である、 艦上攻撃に従軍した際には、旅蒙によります上、ただし、工場隊長に任命され、城壁をよじ登って、管理兵士を先導し、あっさりと敵将の主光を捉えた。論功交渉の結果、旅蒙が第一、官関はそれに次ぐものとされ、この時に摂政将軍を拝命した。百十五年、検安二十年、孫健と劉備が、京州返還をめぐって、 緊張状態になると、ロシクに随行して、調査の液を守り、カウと対峙した。カウは、軍勢3万を行し、精鋭5000人を持って、夜半に上流の浅瀬を知ると献殿した。カン霊はこの時、300人の兵士を率いていたが、あと500人の兵士を与えてくれれば、カウの動きを止めるか、さもなくば捉えることができると進言した。 ロシクは関連に千人の選抜兵を預けた。関連は夜中に出陣すると、それを聞いた幹部は軍営を背に気づいたが、官うぜ、結局とかを断念した。孫権は、関連の功績を称え、政領大使に任じて、非侵、下記事の両権を了させた。その年の七月以降に孫権は、合否を攻めたが、八月には、撤退を決定する。この時孫権が、旅網を、 賞金、関連、両党と、わずかな手勢しか連れていないのを見て、合否を守備していた、曹操軍の長領が吸収をかけてきた。関連は弓を引いて、敵を撃ち、両党らと共に死闘を繰り広げ、なぜ音楽を鳴らさないのかと沈黙する、湖水隊を怒鳴りつけた。孫権は、関連の郵送を毅然とした様を褒めたたえた。関連はその年の冬に死去。 尊権はその死を通責した。この尼は罪を犯し、流罪先の会計で病死した。心情によると、その他の子として、漢術がおり、漢まさ、肝拓と続いた。漢拓は、刀身の建国に尽力したが、後に、オートンに撃たれている。肝寧は粗暴で、殺人を好んだものの、しかし爽快な人柄で優れた計略を持ち、在家を軽んじて、詩人を敬い。 手厚く勇者たちを育てたので、彼らの方でも、また役に立ちたいと願った。旅毛とは、信仰が深かった。当初は、過去の守備を任されていた、孫高氏の指揮下に置かれたが、身分差を理由に、年下の孫高氏に軽く扱われたため激怒し、陸口の旅網の指揮下に変更してもらいたいと、孫健嘆願した。孫健は、孫高氏に訓戒を与えた、暮れし、創伝。 以後は親しく付き合った。ある時、両盲の家で主演が模様された時、両党が剣を持って、前を始めると、関連も送迎機を持って、前を始めた。両盲は、剣と盾を持って二人の間に割り込んだ。孫健は、両党の気持ちの深さを知り、関連を半周に移して、そこに駐屯させることにした。ある時、関連の料理人が小さな失敗をして、両盲の下へ逃げ込んだ。 両毛は、関連の激しい性格を知っていたので、決して料理人を殺さないと誓わせ、口添えした上で料理人を返した。ところが、関連は、この料理人を木に縛り付けた上で射殺してしまった。これには両毛も激怒して、関連を処罰しようとしたところ、両毛の母は、天下の対局は難しいところに来ています。内輪もめをしている場合ではありますまいと痛めたので、両毛は気持ちを、 改めて和解を持ちかけた。関連は、涙ながらに、これを受け、事なきを得たという。北宋の時、九百七十三年に、宝国公に追封された。この後は、宝国に岳霊公を加放された。南宋で、県営に四年、1百三十年に、明岳武岳恵みやいれあきら王として、深格化された。祭る病を混流させた、病の前のカラスは、深夜と呼ばれる。 妻の熊氏は、淳介夫人に追封される。子女も追封される。小説、三国支援儀では若い頃は、徒党と組んで高校一体を縦横に荒らし回り、二式補足と呼ばれる、川族であったとする。やがて曹操が慶州に進出すると、関連は、対決を主張。赤壁の戦いでは、郊外の苦肉の京に、沢に協力し、 曹操を欺く計略に参加。偽って投稿してきた最中を利用して敵陣深くに潜り込んで火を放ち、さらに逃げる曹操に追いすがあり、損害を与える。両党とは、高素性抜の後で命を狙われるなど急敵視されていたが、後の樹口の戦いでは、両党の危機を救い、学神を弓矢で尻溶ける。このことを知った両党が、かつての恨みを水に流し、 二人は固い信仰を結ぶことになっている。十数へ信仰した曹操に部下百名で野衆をかけた場面では、同志打ちを防ぐために、あらかじめ兵士たちの頭にガチョウの羽をつけさせ、兵士を一人も失わずに勝利を収めたという筋書きが付与されていい。最後は、劉備との医療の戦いにおいて、病床の身を押をして出陣し、劉備に協力した。 万象様かの矢を受け戦死している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。